十二期研究生、愛知県出身、中学一年生、十三歳の長谷川美彩です。よろしくお願いします。イエーイ。ちょっと待ってくださいね。テロップ打ちます。え。 こんばんばは今日は名刺を渡しかありがとうございましたこちらこそ名刺を渡しかい今日あのララポート名古屋港アクルスさんにて名刺を渡しかあの愛のホログラムのリリースイベントがあってその後に特典会みたいなので名刺を12期は渡させていただきましたありがとうございます 寒寒かった、はい、寒かっったたはいです <laughs> でもなんかコートみたいなベンチコートみたいな黒いコートがあるんですけどそれを着ててよかったのでマシでした <laughs> あとなんか裏で待機してる時にめちゃくちゃまぶしくてまぶしくてすごいあの自撮りとかしてたんですけどまぶしすぎて目が開けられなくて。 なんか多分ツイッターとかなん,な,な,なんかに載せられてる写真あるんですけどもうその写真見せてもらったらもう私もなんかみたいな感じでもうめちゃくちゃもう険しい顔しててもうなのでその写真を見た時にはもうあ眩しかったんだなみやびちゃんって思ってください <laughs> ビームがビーム受けて眩しかったのかな そうですね、ちょっと紫外線ビームを受けてしまいました険しいビームそうです険しい顔してますから <laughs> 集合写真にキチとくっついてて尊かった <laughs> そうなんですよサツキチとくっついて今日特典会が終わった後にサツキチと一緒にお出かけをして。 し,したんですお出かけをしてなんかドリンクとか飲んだりとかあとバナナバナナスムージー飲んだんですよバナナスムージーあの名古屋駅に行ってバナナスムージーを飲んだりとかあとコスメメイク道具とか見たりとかして私はなんかシートマスクパックみたいなのを買いましたさつきちゃん化粧水を買ってました 免疫行ったのね。そうです。免疫行きました。険しい顔も可愛いな。ありがとうございます。<laughs> 険しい顔してます。本当に。赤ちゃんで出かけたの。そうです。もう周りからも赤ちゃん赤ちゃんって言われてます。<laughs> ミアビーム出してください。オッケー。行きます。ミアビーム。わー。 ハートいろんなハートいろんなハートにこれが加わりました <laughs> あ皆さんにちゃんとビーム届いてますよかったです <laughs> よかったです届いてて <laughs> <laughs> うわーうわーってめっちゃ言ってる <laughs> ハートありがとうございます寒いのでちょうどよかったですあよかったよかった体温めてくださいねそして昨日は制服の目公演がありましたイエーイ <laughs> 最近サック先輩がサクビームやってますよえ本当ですかじゃあちょっと今度サクラ先輩とあのー、ビーム対決してきます <laughs> 多分私はあの可愛さのあまりやられてしまいますねサクラ先輩にやられてしまいますであのちょっと制服の目へんのことでちょっとね あのーあのー、えー、っとちょっと謝らなきゃいけないことがあって、あのー、前仲間の歌仲間の歌をカットされちゃったんですよなんか y, y 字バランスしたらなんか下に入ってる。 なんか黒パンみたいなのが見えちゃったみたいなのでカットされたんですけどあのー、昨日またカットされたんですよごめんなさい <laughs> あのですねえほんとはなんか足開く予定だったんですよでもなんか石尾さんかぼちゃパンツを用意してくださっててなんかななんて言うんですか な、何て言うんですかえっ、ー、とあのー、あのー、あれですなんかかぼちゃパーツを衣装さんが用意してくれてたんですなんかこういうなんかこういうこういうやつこういうやつを用意してくださってたんです で別にこれなら見えても大丈夫だよってことだったのでこれを履いてあせっかくだしこれ履いてじゃあ Y 字やるかって思ってやったんですよでもいざやったらかぼちゃの下からも見えてたっていうあ <laughs> ごめんなさいって思ってもうじゃあ,もうじゃあ y, y 字はやっちゃダメだなっていうことで私の中ではもう本当にごめんなさい 何色あ白です <laughs> 白の可愛い形のかぼちゃパンツが用意されてました私専用で何 <laughs> か何だろうもうあのちょっと何で何 <laughs> か長いのかな丈がうん。 ドドロワー,ーズそうですねあーー、ね、おひなさまありがとうございます <laughs> かわいい足が長すぎるからあら私の足ちょっと長すぎたみたいです <laughs> はいなのでちょっとその仲間の歌だけはあのちょっとあのもう開脚で開脚一筋でやっていこうと思いますでしかも昨日 本当は開脚やろうと思ってたんですけどなんかあ今日はなんか足開いたらなんかダメな日だなって思って <laughs> 自分の中でで Y 字やったんですけどちょっとダメでしたすいませんはいえー、開脚をしていきたいと思います <laughs> 難しいダメな日があるのかそうですね ちょっと痛い日があるので <laughs> 実はこの前のあのビューティフル研究政局のビューティフルのお披露目の時に開脚した時もちょっと会いたい会いたいなってちょっと思ったんですやった後に <laughs> ちょっともうちょああの広,広げたいと思いますみえびちゃんってスペック高いよねあありがとうございます スペックってあと何でしょう <laughs> な,なんかスペックって何でしょうスペッなんかハイスペックとか聞いたことあるんですけどなんかいまいち意味が分かんなくて教えてくださいお願いします次から Y 字のカメラリハをお願いしなきゃだそうですねしかもあのー、なんか定点でも写ってて「えそうなの?」みたいな。<laughs> でした高性能あ高性能スペック性能スペックは性能って意味なんですねあじゃあ高性能なんか掃除機みたい <laughs> なんかなんか <laughs> 歌も踊りも上手いハイ、はい、スペックみやびちゃんえ嬉しいありがとうございます <laughs> やった嬉しいわコンペーターありがとうございます 例えば、今日は。今日は。何の日でしょう。急です。今日は何でしょう。何の日でしょう。ちっ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 ち。ちっ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 ち。ひなまつり。正解です。ひなまつり。七夕。七夕じゃない。耳の日。あ、の一応耳の日。はい。 ひな祭りということでくるみんの祖母の誕生日ああおめでとうございます <laughs> おめでとうございますはいでまあ一応私の中ではひな祭りなんですけどあのこの前あのこの前の配信で3月入ったら「おだいりビーム」と「ひなビーム」「おだいり様と「ひな ひなひおひなさまのビームバージョンを書いてほしいというコメントが来たので書いていきたいと思いますイエーイこれは書、えー、くもの書 <laughs> くものはいということで早速おだいりビームとひなビームを書いていきたいと思いますまずは顔から書きます。 まず丸を2つ書くのがこんな感じで書くのがポイントこれを顔にして下はあのしっかりあのお代理おひなさまみたいな感じにしていきたいと思いますまずはビームの顔を描きますなんか本来あのひな人形とかってなんかなんか 澄ま澄ましてる顔をしてるんですけどあのー、もうひなビームとお代リビームはもうそんなそんな澄ました顔をしないでも笑顔で描きたいいと思いますちょっと着物のなんか分け目みたいなのがよく分かってないのでそこはちょっとすいません。 今更の質問だけど、ミヤビームの色って何色なんですか？えー？ミヤビームの色は私が好きな色が。えー、っとピンク色なのでピンクですかね？好きな色にしておきましょう。ピンクミヤビームの色ピンク。です。 ハートありがとうございます。ひな祭りの歌も聴いたら暗くて困ってたえそうですよねちょっとひな祭りの歌ってちょっと暗いですよねなんかんやっぱ昔からある曲だからしょうがないのかもしれないけどちょっと暗いのでもうちょい明るくし,し,したいですよねなんかねえ。 今こんな感じなんですけどちょっとサザエさんみたいになってるんですけどまあ、気にしないように <laughs> ハートいっぱいありがとうございますかわいいかわいいですか,よかった,よかった ペン走ってるそうですペンが走っております絶賛走り中です めっちゃ大きく見える本当ですかでもちょっと大きめですもんこのちょっと太めなので大きく見えるかもしれないです じゃあお見せしたいと思いますいきますじゃん,んどうでしょうかこんな感じでひな祭りのひなビーム おりビームの絵完成しましたイエーイかわいい愛い,いですかありがとうございますかわいいえっとですねポイントはまずうーんと一応なんかその着物のなんか前後ろみたいなの 帰えってみたんですけどこれで合ってるか分かんないです。<laughs> あのー、分かんないです。まあいっかでのちゃんとかぶりものかぶっててここに紐がちゃんとついてるところとあとなんといってもこのひなビームが口紅をしているのがポイントです。やっぱあの口紅はあのー、やっぱおひなさましてるのでなのでちょっとひなビームにも。 口紅しましたどうでしょう雰囲気が出てていいね本当ですかありがとうございます鳥帽子もちゃんとついてるそうですこうちゃんとついてますあ、コンペイトありがとうございますはいこんな感じで三月のビームの絵はこんな感じです こんな感じねはいあ待ってくださいちょっとすいませんあの <laughs> 今今気づいたんですけど今19時半まで配信しますってなってるじゃないですかあのめっちゃ間違えて19時までです,すいません <laughs> 間違えちゃったごめんなさいはいすいません <laughs> はい えぼうしと読みます。えぼうし。あ、でも、あ、鳥帽子じゃないんですか <laughs> 鳥帽子 <laughs> 絵えぼうしって言うんだいや <laughs> え、恥ずかしいお茶目さん、そうです、ちょっとお茶目めミアビーム。えへへ。 大丈夫、大丈夫、そうですねだいな、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 うん、うん、うん、ん <laughs> はいまだ習ってないからそうです、まだ習ってないですえ皆さんもあのカラス帽子とか鳥帽子とかね、読まないように絵帽子です日本語難しい、そうですね、日本語難しいよく間違えるから気にしないそうですね、やっぱ間違えちゃうので気にしないのが一番お星様ありがとうございます はいこんな感じで三月の三月のビームです <laughs> 毎月こうやって絵を描いたりしてもいいかもしれません昔の言葉は難しいよねそうなんですよ昔の言葉ってすごい難しい難しい えぼうじゃなくてえぼしだねあっえぼ…えぼかあっえぼかえぼしか,ぼしか間違えちゃうな <laughs> 間違えちゃうなえー、間違えやすいとのことなので気をつけましょう <laughs> 気をつけましょう 昔からある言葉は音くん読みにない読み方の単語が結構多いよね。ほんとですよね。エボシなんて読めません私。だってカラスじゃん。<laughs> 最初鳥って言っちゃったけどカラスじゃん。<laughs> カラスなので。漢字が微妙に鳥じゃないのよね。そうなんですよ。ちょっとねカラスでした。それも間違えてました。やばい。<laughs> 気をつけますそうですね気をつけてください皆さんあの私はまあこうやってあのなんだろう配信とかだったからまだよかったけど友達の前で「えあの鳥帽子とかがさ」とか言って <laughs> 本当に恥ずかしい絵帽子ですねおじゃる丸がかぶってるねそうですねおじゃる丸かぶってますうんおじゃる丸かぶってる かわい,い今日もかわいいありがとうございます <laughs> 友達とエボシエボシ会はすることないけどな <laughs> そうですねエボシ会はすることないないですけどもしあったら <laughs> 皆さんも気をつけましょう宮城も昔の美しい言葉ですねそうですねみもあも昔こ結構古風な感じです ララポートアクルスコ、アクルスコにいましたか港には行ってないですね。結構港には行ってないけど、あのー、ララポートの方には行った。名刺を渡し会前だったら鳥ボイスちゃん、こんばん、こんにちはっていうところにした。<laughs> ええー、やだー。<laughs> 昨日エボシが破れちゃってマジペンからのパオン <laughs> <laughs> あらららららじゃあちょっと新しいのを折り紙とかで作ってあげてください昨日のおおで食べたエボシ美味しかったよねとか言わないんだえエボシって食べれるんですか 食べれるのそうなの <laughs> ララポートにいましたあ、ララポートにいました私ララポートお出かけしたい <laughs> お出かけしたいごめん食べられないよあ、食べられないえーなんか焼き鳥みたいな感じかと思ったのに <laughs> 食べれないの残念 えししった私も反省しています <laughs>、えー、反省しなくていいんですよ全然 <laughs> 反省しなくていいんですよナラポートに行く時間はなかったのそうですねもうそのまま帰りましょうみたいな感じだったのでうんまあそうですねうん <laughs> おひなさまポーズくださいおひなさまポーズなんかうちばあるかなああったちょうどいいうちはなんかいきますよちょっと待ってくださいねじゃーん <laughs> じゃーんこれほら可愛くないですかこれ すごいあのー、ですね去年の夏ぐらいにあの名古屋駅で配ってたんですよなんか試し打ち会みたいなのやっててゲームこの「スプラトゥーン3」っていうゲームのなんか小学生以下限定だったのであのー、できなかったんですよあのそのそスタッフさんとかにも声かけられて「今今おいくつですか?」とか言って「あ十12です」とか言って。 中学1年生ですってなってあ,あ、そうですかあちょっと小学生以下限定なんですよねもう小学生って嘘つけばよかったなと思いました <laughs> もう自分でも小学生以下いけると思ってるんですよ <laughs> 幼く見えるあ、虹ありがとうございます可愛い虹ビーム <laughs> ちょっとあの小学生以下限定だったのでちょっと あ知っとけばよかった知っといたらもう小学あの小学6年生ですとか言って <laughs> 言えたのになハッピーセット買いましたかハッピーセット買ってないですハッピーセットなんか,か今カービィポムポムプリンなんですよねうんうん小4でもいける本当ですかじゃあもう小4でいきたいと思います小学4年生です みやみちゃん今日名刺ありがとうね今帰ってきたありがとうございます来てくれてましたよねありがとう <laughs> 全然現役いけるわ <laughs> えもうじゃランドセル背負ってても違和感ないですよね絶対違和感ないわ絶対 <laughs> 違和感ないですモニターで見てたよありがとうありがとうございます あと、制服の前もシアターで見たよやじ復活おめでとう。石尾さん頑張ってくれたね。そうなんですよ。石尾さん、かぼちゃパンツ用意してくれてたんですけど、またカットされちゃって、もう本当に申し訳ない。ごめんなさい。ちょっと今度から開脚にしたいと思います。新しい武器手に入れた新しい武器、最近やってないんですよね。でも、あの、追加コンテンツ、サイドオーダー。あ、お腹鳴っちゃった。<laughs> サイドオーダー。買いました。あー <laughs> あのー、本当に楽しいですまだやり途中ですなんか結構あの途中でもうなんか「あもうダメだ勝てない」みたいな諦めちゃったりとかもするんですけどでもめげずに頑張りますお菓子の家にも住めますようにそうですねお菓子の家住みたいですお願いします <laughs> あ,まあ、59分だ <laughs> まあ多少オーバーしても大丈夫なのでじゃああえボぼんリりありがとうございますえかわいいですねやっぱひな祭りなんか行事限定のギフトとかすごいかわいいコメントしようと思ったけど時間の19時にあでも全然あのコメントしてください <laughs>、まあ、ち,ょちょっとだけオーバーしても大丈夫なのではい でも一応あのーあのー、そろそろ配信を終わりたいと思います皆さん今日は配信を見に来てくださってありがとうございましたあなんか柏餅もちひしもちだひしもちありがとうございますありがとうございましたサインも手形もチェキも届きましたあ本当ですかありがとうございます はい。じゃあ最後にランキング読みをして終わりたいと思います。えー、13位、えー。ちびまるこ猫ちゃん、ありがとう、猫さん、ありがとうございます。えー、12位。12位。にこれ。深海魚に食べられてるさん、ありがとうございます。あ、順位変わった。もう一回言います。<laughs> 13位、えーと、えー、どうしようかな水色帽子さん、ありがとうございます。12位、パンダの着ぐるみさん、ありがとうございます。11位、蝶、えー、ネクタイラスカルさん、ありがとうございます。10位、えー、メイドさん、ありがとうございます。 9位、黒ジャケットさん、ありがとうございます。8位、ピクミーさん、ありがとうございます。7位、恐竜さん、ありがとうございます。6位、リストニキさん、ありがとうございます。5位、えー、恐竜さん、ありがとうございます。えー、4位、メガネかけた偉人さん、ありがとうございます。3位、 えー、緑のトップスさんありがとうございますに位カッパさんありがとうございますそして1位は長谷川なあちゃんのはたまってるさんありがとうございます皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました短い時間だったけどとっても楽しかったですまた配信するのでその時はぜひ見に来てくださいそれじゃあ バイバイミアビーム。バ,ーイ <laughs> バイバイミアビーム。はい、ありがとうございました。<laughs> バイバイ、またね。バイバイミアビーム。ありがとうございました。おやすみなさい。